はいこんにちははどうもよしみんです、はい今日はこちらに来ていますどんなところかというとまあところまわってそしてえー、えー、ここか入り口が見えてあのちっちゃな入り口が見えてますねはいそして こんな感じなんですけどもここはどこかというとまあ、お茶室と言われる空間ですねはい、あのお茶を立てるお部屋ですいつもと違う場所で考え事すると違ったアイデアが湧いてきたりするんですよねなのでここでコーチングとかできたらなんか面白いアイデアとか今まで考えなかったことそんなことが考えられるんじゃないかなと思っています今日はここで軽くシミュレーションをしたので、でそして面白いことができそうだなと思ったので えー、ここでコーチングお茶会をしようかなと思いました以前 Facebook でもあのやってみたいってやったらすごく賛同してくれる方が多かったので、えー、とそんんななな方ととと一緒にややっっっててていいいいいききたた思思ますす月からうでよねその時に是非ですねこのちっちゃな入り口なんであんなちっちゃいのかお話ししたいなと思いますしこの大きい入り口の意味も是非皆さんにお話ししたいなと思っています はいそんなわけで、えー、お茶室からでしたではまた